Happy Valentine's Day! I love Valentine because I can get many many chocolate. Yeah. On Splatoon 公式 Twitter make chocolate. Let's look choco tweet choco tweet. Yeah yeah. What? This is Surumika? Surume 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 Choco? というわけでお話ししていきたいと思います。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。先日バレンタインの際に公式ツイッターがツイートしました。それがこちら。なんでチョコじゃないねーん。見れば見るほどシュールすぎて面白いんですけども、とりあえずツイート文読んでみましょう。今日はバレンタインデイ。今回は研究員がスルメ作りに挑戦したぞ。スルメに向き合い、スルメと共に過ごした1ヶ月だったようだ。いや、なんでやねんと。なんでスルメ作ったんだと。しかも1ヶ月。今までもクッキーとかまんじゅうとかイカ飯とか、バレンタインとホワイトデーは何かとちゃんと食べ物をツイートしていた公式ですが、スプラトゥーン3発売を控えてる今、この前サーモンラン発表したばかりの今、小ジャケとかのイラストでも良かったじゃないかと大半の方は思ってしまいそうですが、スプラトゥーン3の PV 死ぬほど見た方ならわかるはず。このスルメちゃん PV に出てきているんですよね。1ヶ月かけて作ったスルメちゃんが半年前の PV に出演してるんですよね。足の曲がってる方向を見てもおそらく全く同じスルメちゃんです。なぜここが繋がっているのか少し考察していきましょう。まずスルメ作りについてですが、めっちゃ簡単に言うとイカをさばいて串刺して干したやつです。要するにイカちゃんの命と引き換えにできる食べ物なんですけども、公式ツイートを言い換えるとイカ研究所は1ヶ月かけてイカちゃんの命を奪ったということになります。それがスプラトゥーン3の PV に登場したということは、ケバインクを生み出して何か悪いことを企んでいるスプラトゥーン3の黒幕は1ヶ月でイカを滅ぼせる何かをしようとしてるとか、そんな感じで話がつながるのかなと思っています。本来スルメ作りに1ヶ月もかからないはずなので、1ヶ月っていうのは何かのヒントな気がします。またバレンタインは女性が渡すものですが、スプラトゥーン3に登場する女性の誰かがイカを滅ぼすとも読み取れますよね。スプラトゥーンで女性といえばアイドルですが、塩カラーズの2人と姫は自分自身がイカです。やはりスプラトゥーン3は混沌と秩序で分かれており、秩序側のボス飯田が敵として登場する可能性もあるのかなと思えてきました。飯田はタコですし、何かをきっかけに闇落ちしてイカを滅ぼすことになってもそこまで違和感はないです。それにサーモンラン続投によりクマさん黒幕説が薄れてきた現在、飯田黒幕説はありえそうに思えてきます。飯田が黒幕として考えられる根拠を少しまとめておきましょう。飯田黒幕説を語る上で欠かせないのがファイナルフェスの告知映像です。飯田は映像の中で、私にとってテンタクルスは全てなんです、世界の全てなんですからと発言していますが、このことからテンタクルズおよび姫は飯田にとってかけがえのない存在であることがわかります。これはもともとタコゾネスでイカ世界に居場所のなかった飯田が姫のおかげでイカ語を話せるようになったり、姫のおかげで音楽活動ができるようになったり、姫が恩人だからなんですよね。なので飯田はテンタクルズとして姫と一緒に活動ができている今が幸せであり、何よりもそれを守りたいと思っています。今が変わってしまうかもしれない混沌ではなく秩序を望んでいるわけです。しかし安心だけでは退屈な姫、ずっとこのままな世界はいらないと発言しており、予想外のことが起こる混沌を望んだことにより、姫と飯田はファイナルフェスで激突します。そして告知映像の最後では、フェスで勝った方の望む世界を負けた方が受け入れようと、互いの意見の食い違いをフェスの結果に委ねることが決まり、フェスが始まります。フェスは無事に終わり、決着がつきました。結果は混沌の勝利で、姫が望む世界を飯田が受け入れることになりました。そして姫が望む世界とは、テンタクルズの世界進出で、バンカラ街はハイカラスクエアから遠く離れた街とされているため、その世界進出した先の街がバンカラ街なのではないかと噂されているわけですが、混沌の街と呼ばれるバンカラ街です。言い換えれば、予想外のことが起こる街です。テンタクルズが世界進出してバンカラ街を訪れ、そこで何か起きたとしましょう。例えば姫の身に何かあったとか、活動が思うようにうまくいかず姫と飯田が喧嘩してしまったとか、テンタクルズが解散に追い詰められるような出来事があったとします。皆さんは飯田がどうすると思いますか？だから言ったじゃないですか、先輩が混沌の世界を望んだか、私の幸せを壊された、新しいものを拒み、規則正しく人事よく、ずっとこのまま世界を守っていれば、すべてうまくいったのに。秩序の世界こそ正しいんです。先輩も望むべき世界なんです。僕
かりますよね。分かってくれますよね。私は悪くない。そうですよね。そう思い何か行動すると思いませんか。また告知映像でフェスで勝った方の望む世界を負けた方が受け入れようという話がありましたが、飯田は負けてしまったため、飯田が望む真の世界っていうのは実は明らかになっていません。現状を維持する平和な世界かもしれませんし、姫以外はどうなってもいい、危険と判断したものは徹底的に排除する秩序という名の恐ろしい世界かもしれません。さらに飯田黒幕説を後押しする要素をまとめてご紹介します。まずは最後のフェスで負けた方がラスボスになる理論です。初代スプラトゥーンのラストフェスで煽りが負けて、スプラトゥーン2のヒーローモードのラスボスとして登場したため、同じく負けた飯田もラスボスとして登場するのではないかという結構有名な説ですね。続いてこちらをご覧ください。ファイナルフェスのイラストを見ると、秩序側に完璧な世界を望み全てを練り直そうと敵対したタルタル総帥がいます。飯田が仮に姫を失って暴走したとしたら、タルタル総帥が確か言ってた、人間完璧な世界、私も欲しい完璧な世界と、人間つまり哺乳類を復活させれば私が望んでいた秩序の世界が手に入ると勘違いしてしまい、ネルシャの練り物を改造しましたと。で、自我を失わさせ、かつ哺乳類へと近づけるケバインクを開発し、さらに完全な哺乳類を復活させるため、秩序的に動く自我を失ったタコたちと謎の空間オルタナで研究を行っているみたいな流れだったら面白いなっていう妄想なんですけども、秩序側にタルタル総帥がいるのはちょっと怪しいですよね。飯田が自分の意思で動かずとも、タルタル総帥が実はまだ生きていたり、ネルシャの生き残りが練り物を使って飯田を操っている可能性はあります。実際スプラトゥーン2のヒーローモードでも、煽りは催眠サングラスでタコアサ将軍に操られていたんですよね。スプラトゥーン3ではタコアサ将軍は味方っぽいですが、飯田がラスボスなのであれば、なんだかんだ言ってスプラトゥーン3でも最後の敵はタコに落ち着きそうですね。というわけでいかがでしたでしょうか。バレンタインのスルメ作りからここまで考察する人はいないと思いますし、実際かなりぶっ飛んだ内容なので当たっているかはわかんないんですけども、一つの考察として楽しんでいただければ幸いです。またバレンタインデーがあればホワイトデーもあります。スプラトゥーン公式ツイッターではホワイトデーにも何かしらツイートされるので、スルメ作りに対するお返しのツイートも目が離せないですね。そこでまた面白い伏線を張ってくれることに期待しています。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナもそれではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。さあ